皆さんこんにちは。これからですね、約55分ですが、キャリア教育の今後のあり方についてお話をさせていただきたいと思います。皆さん、キャリア教育っていうふうに聞くとですね、何をイメージされますか？おそらく多くの方がニートやフリーターの問題を多分一番最初に頭に浮かべると思うんですよね。そこのところから少し入っていきたいんですけれども、こちらご覧ください。ニートのと呼ばれる若者、それからフリーターと呼ばれる若者の数の推移がございます。多くの方がですね、そのニート、フリーターの問題は非常に深刻だというふうに指摘されています。もちろん国としても非常に重要な問題です。例えばニートの状態、フリーターの状態が続けば、その本人にとっても障害収入が当然落ちます。また国にとっても社会保障費の問題につながってくる。これは見過ごすことのできない問題なんですね。ですからキャリア教育にとっても非常に重要な問題なんですが、ただこのような問題があるからキャリア教育だと言ってしまうと、大きな問題が2つ生じます。1つはですね、これらニートの問題、フリーターの問題というのが、いわゆるバブル経済が崩壊してから私たちの関心点に上ってきたということ。つまり景気がこれから今後5年後、10年後、あるいは15年後良くなってくると、こういった問題は私たちの関心事からまた遠ざかってしまうということです。つまり景気が良くなるとキャリア教育もしなくていいんじゃないか、そういう誤解を誘発するという問題が一つあります。もう一つ、ニートの問題、フリーターの問題、非常に重要ですが、例えば小学校の先生からご覧になった場合、まだまだ先のことだよね、小学校からキャリア教育やる必要ないよね、そういう誤解も誘発してしまいます。ですからニートの問題、フリーターの問題は非常に重要なんですが、そこだけでキャリア教育を語らない、そういうことをまず最初にお伝えしたいと思っています。こちらをご覧ください。データが示す子どもたち、若者たちの今というふうにしました。で、一番最初にご報告するのがですね、内閣府が取りました中学生に対する調査です。悩みや心配事ありますかっていう調査なんですが、平成7年18年と書いてありますけれども、かつての中学生、最近の中学生というふうに振り返っていただきたいんですが、悩みはないよ、何もないよって言ってる中学生の数は、かつての中学生の方が多かった。つまり最近の中学生の方がいろんなこと悩んでるんですね。昔から多かったこの 46.7% を記録していた勉強や進学のこと、これに悩みを持っている中学生、さらに増えています。あまり普段中学生に接しない大人たちはですね、今の中学生はダメだと、豊かな時代に生まれて18歳10個も減ってる、選ばなきゃどこの大学だっていける、だから将来考えないんだなんて言いますが、単なるそれは言いがかりです。最近の中学生は一生懸命考えているわけですね。悩みが深い。そしてそういった中学生が高校生になった時、どんな気持ちがしているか、将来を考える時の気持ちですが、ほとんどの子どもたちが関心があるということをまず確認したいと思います。もちろん一部には今が楽しければいいなら先のことは考えない、そういうふうな高校生もいます。しかしごく一部なんですね。多くの高校生は考えている。考えた結果不安感が強い約半数の高校生が、自分がどうなってしまうのか不安になると言っています。まずこれを前提として次の表をご覧ください。こちらです。この表はですね、3つ並んでいますが、上2つが先ほどの内閣府の調査、そして一番下が先ほど円グラフ2つ並んでいましたが、その調査からです。ですから調査元は先ほどのスライドと一緒なんですが、いろんなことが書いてありますけれども、ここではどこに注目したいかと言いますと、この丸で囲んだところ、つまり将来就きたい仕事がわからない、あるいはない、考えたことがない、こういうふうな子どもたちなんですが、ちょっと矢印で結んでみるとですね、よくわかりますけれども、小学生よりも中学生の方が、中学生よりも高校生の方が先が見えなくなるんです。つまり大人に近づけば近づくほど、社会的な事実が迫ってくれば迫ってくるほど先が見えなくなる。これがですね、もし子どもたち自身が将来なんて考えてもしょうがないよって言ってるんであれば、こういう現象の一部は子どもたちの責任に帰すことができるかもしれません。しかし子どもたちの大半は一生懸命将来を考えようとしていて、そして悩んでいるにもかかわらず先が見えなくなるということは、私たち大人側、そこには家庭も地域社会もそして学校も含みますが、私たち大人側が提供すべき指導とか支援、あるいはそういった体験などが決定的に不足しているんじゃないか、そういうことがまずここから言えると思うんですね。こういう問題を抑えておくことが、まずキャリア教育を考える上で一番重要なことの一つなんではないでしょうか。次にお示しするのがこちらです。ティムズと書いてありますが、ご覧になっている先生方はよくお分かりかと思いますが、ある国際団体が小学校4年生、中学校2年生を対象として算数、数学と理科の分野で調査をしているものですね。なぜ学力の話をキャリア教育の関係でするのか、ちょっとここについて説明したいと思うんですが、ここにいらっしゃる皆さんや先生方はですね、例えば自分のお子さんを捕まえて
勉強はお前の仕事だろってあんまりおっしゃらないかもしれません。教育のプロはこういうことはまだおっしゃらないかもしれませんが、一般のお父様方お母様方はよくおっしゃいますよね。夏休みの宿題あんまりやってこなかったりすると、お前はの仕事は勉強なんだからちゃんとやりなさいとかって言いますが、これはあながち的外れな言い方ではありません。子どもたちにとって学びというのは社会的なアイデンティティと一致している、つまり社会からも期待されているし、当然やるべきこととして置かれているわけですね。そういう今やらなくてはいけない中核的な学び、それが積み重なって将来にも生きてるよっていうことがどのくらい子どもたちが実感を持って捉えているか、それを少し考えたいと思うんですね。今日は時間の関係から中学校2年生のデータに注目したいと思います。それも分析の進んでいる一番新しいもの、2007年のデータです。41の国と地域が参加していますが、ここでは7つの国と地域を抽出し、そして設問項目も4つに限定しています。ちょっと小さいので一旦これを大きくします。上から教科の平均得点、勉強は楽しいと答えた割合、勉強すると日常生活に役立つと答えた割合、そして将来自分が望む仕事に就くために良い成績を取る必要があると答えた割合、この4つですね。これだけしましょうか。でご覧いただきますと、日本の子どもたち学力の低下が指摘されています。確かにその通りなんですが、国際的に見ると非常に成績の良いことが分かります。上位国、中位国、下位国で分けていけば間違いなく上位国の一つなんですね。だから学力問題はどうでもいいという話をするつもりは全くありません。低下傾向が見られているので学力問題は非常に重要です。ですから確かな学力を上げていくために、新しい学習指導要領では授業時間を増やし学習内容を増やしています。当然求められる措置だと思います。しかし学習時間を増やして授業内容を増やしていけば、それでオートマチックに成績が伸びるだろうか、それは難しいんじゃないかなというのはこのグラフですね。例えば数学、中学校2年生が一番弱いところ、ここですよね。数学って面白いなって勉強を捉えている子どもたちは世界的に見て本当に少ないです。7つの国と地域で見てビリですけれども、全世界41を並べてみても残念ながらビリ。日本と韓国の子どもたちというのは本当に数学に興味関心がないんですね。また理科については色を変えてありますから分かりますが、今やっていることは社会とこんな風につながっているのか、ということは俺たちの将来ともこんな風につながっているんだな、重要な勉強してるんだなと思いながら理科を捉えている中学校2年生は残念ながら世界中の中で最も低い、つまり中学生の代弁をすれば、数学をとっても理科をとってもこんな勉強つまんねえよ、やってもしょうがねえよ、将来なんかどうせ役立たねえよ、そういう風に思いながら勉強している。でも成績は飛び抜けていい、特に欧米諸国と比べるとものすごくいいことがわかります。ではこういう中学生が高校生になったらどうか、こちらです。よくご存知のピザ調査ですけれども、 OECD が成績前年から始めたものですよね。こちらご覧ください。今度は成績が縦グラフになっていますけれども、例えばここに挙げた7つの国と地域見てみますと、フィンランドと比べると数学や理科どちらを取っても見劣りがします。しかしフィンランドを除いたいわゆる我々に馴染みの深い欧米諸国と比べると、やはり日本の成績はいいことがわかるんですね。でフィンランドがなぜこれだけ成績を伸ばしたか、このピザ調査が始まるまではフィンランド政府も認識していませんでしたし、他の国々もフィンランドの成績についてあまり関心を払っていませんでした。ですから今盛んにさまざまな研究者や国の機関がフィンランドの調査をしたり分析をしたりしています。ですからこの秘密が明らかになるのも時間の問題だと思いますし、その一部はすでにさまざまな本などで市販されていますが、今日はそのミステリアスなフィンランドを一旦視野から外した場合、この欧米諸国と比べて日本の成績がすごくいいということを前提にしたようですね。しかし折れ線グラフを見ていただくと、ものすごく日本の子どもたちが劣っていることがわかります。どこが劣っているのか、オレンジ色の四角、数学や理科に対する自信指標、そしてグリーンの丸、数学や理科に対する興味指標、そして赤い三角、数学や理科の学習と自らの関係と将来との関係把握指標、どこを見ても日本の子どもたちほど低いところはない。ですから言い方を変えれば、数学をとっても理科をとっても中学生も高校生もこんな勉強つまんねえよ、やってもしょうがねえよって言いながら勉強している。でも成績はいいんですね。この問題をどう考えればいいのか、もう少しお考えいただきながら次のデータをお示ししたいと思います。今までご覧いただいたデータはピザをとっても、それからティムズをとっても、いわゆる理系的な教科が中心でした。文系はどうかって気になりますよね。でも文系というのはご想像の通り国際比較が非常に難しいところです。例えば日本史の学習状況に関する国際比較をしろって言われても、日本史をこれだけ深く学んでいるのは日本だけなので、なかなか文系の比較は難しい。ですが今回はピザ2009から読解力に注目したいと思うんですね。
この読解力を国語の読み取りだというふうに理解してしまうのは本当は正しくありません。この中には地図やグラフを読み取る力、そういったものも含まれていますから、国語の読解力だよとは言えないんですが、まあ、そういう問題が多いので、ここでは大枠としてテキストを読み取る力、そういった力がどのくらい日本の子どもたちについているのかなっていう観点で見たいと思います。でご覧いただきますと、成績も上がってるし、それから平均得点なんて統計的に優位に上昇してるよっていうようなことが明確になってるんですね。とってもいいことです。とってもいいことなんですが、今私たちがここで注目しているのは今の学びをどう捉えているのかということですよね。ですから、この次の説問をご紹介します。先ほどまでは将来との関係について理科をとっても数学をとっても非常にいい説問があったんですが、今回読解力に関しては読書者の説問がありませんでした。ですから、その代わりとして趣味として読書をする生徒の割合、ここに注目したいと思いますね。で、趣味として読書をするというちょっと語弊がありますが、英文ではエンジョイメントのために読む、つまり言われて読む、宿題だから読むではなくて積極的に楽しいから読むよっていう子どもたちの割合です。で、今日はどのくらい日本が厳しい一流かということを示するために、英文報告書、 OECD 本体が作った英文報告書から65の国と地域全てを挙げています。もう私の話の流れから、日本の子どもたちが上の方にはいないだろうなっていうのはご想像の通りです。じゃあどの程度したらのか、皆様方の資料にはないことですが、ちょっと見えにくいところですが、大きくしてご覧入れたいと思います。日本の子どもたちいるのはここです。65の国と地域で下から数えて7番目、第59位、本当に低いんですね。日本の子どもたちは理科に興味がない、数学に興味がない、本を読むのも嫌い、こんな状況です。冒頭からすごく景気の悪い話になってしまいますけれども、 OECD 非常に面白い調査をしていまして、本全体もそうなんですが、これを5つのジャンルに分けて比べています。で、次のグラフをご紹介したいんですが、ある1つのジャンルについては日本の子どもたち栄えある1位を取ってるんですね。読書全般はダメなんだけど、このジャンルだけは第1位、やはり1位は何かにつけいいことですから、ぜひご紹介したいなと思うんですが、ちょっと大きくしますね。ご覧ください。そのジャンル名、英文ではコミックブックス、日本語で言うと漫画です。つまり日本の高校1年生は漫画について世界で一番好きなんですが、そのお隣、ノンフィクション、例えばルポルタージュとか電気とか、つまり事実に基づく論理性の高い文章は本当に嫌いです。次に嫌いなのがニュースペーパーです、新聞です。これも事実に基づく論理性の高い文章ですよね。そういったものが本当に嫌い。でも学校で読むテキスト、多くの場合は事実に基づく論理性の高いものが多い。つまり理科が嫌い、数学嫌い、学校で読むための本は本当に嫌い、そういう状況が続いています。しかし成績は上位国、中位国、下位国でいけば間違いなく上位ですし、読解力に至っては上昇傾向にある。終わりよければ全てよしという言葉があります。ですからこれも終わりよければ全てよしていいじゃないかというお考えもあると思うんですね。でも私個人はそう、なかなか物手を挙げてそういったご意見に賛成できないと思っています。なぜならば、日本の子どもたちは学びに対する興味関心が薄い、そして将来との関係性が見えないまま学んでいる。なぜ学んでいるんでしょうか。面白くないもの、つまんないもの、将来に役立たないもの、そういったものをなぜ学んでいるのか。おそらくここから先は推測ですが、受験のために学んでいるんではないでしょうか。中学時代、高校受験に、これ勉強したくないと大変なことになるよ、試験に落ちるよ、ずっと言われ続け、高校に入ってから大学入試がもうすぐだぞ、今こんな勉強ができなかったらどうすんだ、もう落ちるぞ、落とされながら怯えながら子どもたちが勉強している、そういうふうな状況がここから類推されるところです。それを証明することはできないんですけれども、おそらくそういうふうにつけた知識は受験終了後に剥落していくのではないでしょうか。全くのサイドデータ傍証になりますが、2001年の文部科学省調査、科学技術に関する意識調査が18歳以上のランダム調査としてございます。一部質問紙をご紹介しますが、例えば光と音はどちらが早いと思いますかとか、今から考えると非常にドキッとしますが、放射能に汚染された牛乳は煮沸させれば安全である、それが正しいか間違いか、こういったことを聞く質問が並んでるんですね。ですからおそらく中学校3年生高校1年生くらいであれば 7,8 割の正答率が出てくるんじゃないかなって類推される結果です。しかしこの結果、18歳以上のランダム調査を見ますとですね、正答率は 51% でしかすみません。こちらご覧いただくとお分かりになりますが、調査面がバラバラなので厳密な意味で比較することはできないんですけれども、上位国はことごとく欧米諸国なんですね。つまり
中学時代、高校時代、あれほど日本人よりもできなかった欧米の若者が大人になると覚えている。つまり中学時代、高校時代、なるほどな、そうだよなとか、面白いな、そういうふうに思いながら学習したことは残るんです。しかし、こんな勉強つまらねえよ、やってもしょうがねえよ、どうせ将来使いっこねえんだし、でもしょうがねえ、受験のために覚えるか、つまんねえなって言ったものは、言った通り受験が終わったら剥落していく。これは三重の意味で日本にとって不幸です。まず第一に先生方にとって不幸です。ご自身の教科や科目、受験に出るだけが重要であって、それ以上全く重要性はないと思っている先生方は一人もいません。しかしその気持ちが伝わっていない、これが先生方にとっての不幸です。第二の不幸、子どもたちにとっての不幸です。昼間、一番いい時間帯、長時間にわたって学校に滞在し、やっていることの中心は教科の学習です。その一番多くの時間を使っているものがつまらない、役に立つと思ってない、これは子どもたちにとって大きな不幸です。そして第三の不幸、日本国全体にとっての不幸です。日本は戦後経済成長を果たしました。しかしそれは工業立国、科学技術立国と呼ばれる政策でした。つまり他の国が追従できないくらい地の厚みを持った国民が、その地によってさまざまな技術革新を起こし、その技術革新で富を築いてきた、そういった国が日本です。しかしその地を今どんどん侵食しようとしている。この侵食現象は誰がやっているのか、複合的な理由ですから一つに絞ることはできませんが、学校教育もこういった侵食を図らずも後押ししてしまっているのではないか、これを私たちはストップかけなくてはいけないと思います。そのストップをかける重要なことが、今の勉強は積み重なって君たちの将来に結びついてるよ、直結してるんだよ、今こんな大切なことを勉強してるんだよ、そういうことを実感させる、それが教科を通したキャリア教育の大きな役割だと思います。冒頭に言いましたように、ニート問題、フリーター問題、日本にとってもニートやフリーターと言われる状態の若者にとっても重要です。しかしそれだけでキャリア教育を語らない、キャリア教育を必要とする理由をもっと幅広く捉える、そういったことが私たちキャリア教育を進める上では非常に重要だと考えています。それではこの前置き、少し長くなりましたけれども、今日の本題に移っていきたいと思います。今日の本題は実は2つあります。1つは今日これからこのお示しするこれなんですけれども、新しい学習指導要領におけるキャリア教育についてです。今日は平成23年12月なので、今の段階ですでに小学校で新しい学習指導に移っています。来年度から中学校でも新しい学習指導が全面改定されて全面移行していきます。そして高等学校ではその翌年から学年進行で移行していくわけですね。おそらく多くの先生方が新しい学習指導要領や対応で非常に苦労されていると思います。そういう中でこの新しい学習指導要領に対してキャリア教育がどう位置づけられているのか、これをしばらく振り返ってみたいと思いますね。まず復習シリーズですが、こちらをご覧ください。今回の学習指導要領ですが、その元になった答申が平成20年1月17日に出ています。そのに基づいて幼小中がその3月に改定され、1年後の3月に高等学校特別支援が改正されています。で、ここ間が空いているのであたかも別物のように感じてしまいますが、そうではありません。元になっているのは共通していて、この答申なんですね。で、今日は時間がありませんから、この学習指導要領の中身逐一ご紹介することはできません。ですのでこの平成20年1月17日の答申で何が言われているのか、それとキャリア教育の関係を整理したいと思います。こちらをご覧ください。まず平成20年1月の答申ですが、学習指導要領改定の基本的考え方として6点挙げています。そしてこの6点がポイントであるという中で、特に2を基盤とした3、5、6が重要と考えたと言っているんですね。ここでおそらく多くの方々はちょっと肩透かしを食らったような印象を持っていらっしゃるかもしれません。キャリア教育の話をしているにもかかわらず、基本的な考え方の中にキャリア教育が入っていないじゃないか、まあ、結局は新しい学習指導要領から見ればキャリア教育は二次的三次的な課題なんじゃないか、そういう誤解もここからは生まれそうです。しかしそういった誤解を持ちながらでも結構なんですが、特に重要と言われているこの丸5、学習意欲の向上や学習習慣の確立、ここに注目してですね、この答申が何を言っているのか少し見てみたいと思います。こちらご覧ください。抜粋資料なんですが、学習意欲の向上や学習習慣の確立のための4つの観点、第1、これは小学校低中学年の時期から家庭学習も含めて学習習慣の確立をしていこうよねっていう話ですね。2番目、個に応じたきめ細やかな指導、これが重要だよねの2番目です。そして第3、ここは全部読みますね。
観察や実験、レポートの作成、論述など体験的な学習、知識技能を活用する学習や勤労感、職業感を育てるためのキャリア教育などを通じ、子どもたちが自らの将来について夢や憧れを持ったり学ぶ意味を認識したりすることが必要であると書いてあります。ここで重要なのはキャリア教育などを通じて学ぶ意味を認識する、つまり学習意欲を高めようじゃないかということなんですね。ここは非常に重要なことだと思います。一部の先生方、本当に一部の先生方ですが、今回の学習指導要領の規模は学習意欲の向上、学習習慣の確立、それを通した確かな学力の向上だ、それは十分お分かりいただいています。で、一部の先生方はそれをお分かりいただいた上で、だからキャリア教育なんてやってる暇ないですよとおっしゃっています。でもそれは大きな誤解だと思うんですね。今回の学習指導要領の改定はキャリア教育などを通じてまさに学力を高めていこうじゃないかと言ってるわけです。ただ悲しいことにここ3行しかありませんから、私が言葉を付け加えれば使い加えるほど何か脚色をしてですね、聞いてらっしゃる方を惑わせるように、そんな風に思われてしまうのはちょっと悲しいことですから、同じ答申の中の別の部分をご紹介したいと思います。こちらです。社会の変化への対応の観点から強化と横断して改善すべき事項、この中には情報教育ですとか食育ですとか様々なものが挙げられていますが、その中の一つにキャリア教育ってなってるんですね。その後半、特にから読ませていただきます。特に非正規雇用者が増加するといった雇用環境の変化や大学全入時代が到来する中、子どもたちが将来に不安を感じたり、学校での学習に自分の将来との関係で意義が見出せずに学習意欲が低下し、学習習慣が確立しないといった状況が見られる、こういう指摘があるんですね。重要なところはここです。子どもたちの学習が学校での学習に自分の将来との関係で意義が見出せない状況になっている、これが学習意欲を削いでるんじゃないかという指摘なんですね。学習習慣の未確立や学習意欲の低下はさまざまな原因によって発生するものです。ですから一つに絞るということは危険です。しかしその中の一つが、英語で言えばワンオブゼロかもしれませんが、それが今学んでいることが将来との関係で意義が見出せない、それが学習意欲を削いでるんじゃないかということなんですね。ここを補強していくことがまさに今回の学習指導要領におけるキャリア教育の大きな役割だということです。ですからキャリア教育なんてやってる暇がないじゃないか、そんなものやってると学力が下がっちゃうぞ、それはまさに杞憂である、事実に基づく批判ではないということです。その点はぜひご理解いただきたいと思います。そしてこの指摘はまさに今日冒頭でご紹介したティムズやピザ調査、そういった客観的な調査を前提とした指摘なんですね。ですから私たちはあの現実を変えていくこと、これを一つのキャリア教育の大きな課題として理解したいというふうに考えます。それでは次に新しい学習指導要領、キャリア教育の観点からもう一つ注目したいところがあります。それは体験活動の充実なんですね。こちらご覧ください。職場体験活動と例示されていますが、体験活動の充実はキャリア教育の専売特許ではありません。例えば集団宿泊活動、それから保守体験活動、自然体験活動、文化芸術体験活動、さまざまな体験活動が求められています。この点についても一部の先生方はご批判をお持ちのようです。先ほどの話ですが、学力を高めなきゃいけないこの時期、体験活動なんかやってる暇ないだろう、そんな時間があったら勉強だぞ、そういうふうに思ってらっしゃる先生方も若干いらっしゃるというふうにお聞きしています。しかしこれほど今回の学習指導要領で体験活動が求められるのには、一つ底流に流れる重要な考え方があるんですね。つまり学校での学び、それは多くの場合学習の机上での学び、机の上での学びです。その机の上での学びをリアルな世界に持っていって応用し活用し、そして新たな課題意識や問題意識を発見して、それを学校に持ち帰って、そして学校での学びを高めたり深めたりする、まさに学習意欲を高め、学習習慣を確立し、そして確かな学力を見つけさせようとする新しい学習指導要領だからこそ体験活動の充実が求められている、そういうふうに解釈することも十分であります。ですから新しい学習指導要領の特質と体験活動の充実、結びつけて考えていただくことが重要なんですね。であるがゆえに、体験活動単体ではなく事前の学習、そして事後の学習、こういったものと結びつけながら体系的な学びの中に体験活動を続けようよ、これが大きな今回の目標になっているわけです。さてキャリア教育の観点からいきますと、やはりこの体験活動、中学校における職場体験活動と高等学校におけるインターンシップが気になりますが、その現状を少し振り返ってみたいと思います。こちらご覧ください。
平成15年から22年の全体を上げておりますけれども、15年が 88.7% 中学校出版大改革の実施率でした。しかし平成22年では 97.1% 最高を記録しています。平成21年若干減っていますが、これは新型インフルエンザによる学校閉鎖、学級閉鎖などの影響が強かったというふうに言われています。一方で日数別の実施率を見ますと、先生方、中学校の先生方のご努力の状況がいかに結果に結びついているかが分かります。平成15年の段階では4割近い学校が1日だけの実践でした。しかし現在では1日だけの実践は 12% 台に減っており、5日連続の実践が 17% に近づいています。ですから全体の6割以上は1回以上の実践だということが分かります。ですから中学校の先生方がこの短い期間の間にご努力を重ねられ、そして結果を生み出してくださっていること、このグラフからも読み取れます。次に高等学校です。高等学校も今日はスペースの関係で職業に関する専門学科と普通科のみご紹介いたしますが、特に普通科の先生方、ご努力を重ねてくださっていることがこちらの結果にも読み取れます。現在では普通科においては 73.4%、 職業に関する学科では 94.7% の学校でインターンシップを実施してくださっています。しかし中学校と違って高等学校の場合は希望者であったり一部の教科や科目を履修しているものがインターンシップに参加しますので、実施率がそのまま参加率を意味するわけではありません。ですのでその参加率を見ますと、職業に関する専門学科で約6割、普通科では 20% を切っています。ですから特に普通科の場合、中学校で積み上げてきた職場体験活動を深めたり高めたりする、そういった実体験が圧倒的に足りない、これが普通科の課題としては言えるのではないでしょうか。また日数を見ても1日だけ全体の半分近く、こういう状況を改善していくこと、これが一つ求められているのかな、そんなふうに思います。さてこのように新しい学習指導要領ではキャリア教育の充実性、重要性ということが指摘されているわけですが、少しその再確認の意味で改正通知をご覧ください。例えば小学校中学校の学習指導要領が改正されたその日、文部科学事務次官名でこのような通知が出ています。今回の学習指導要領の改定のポイントですけれども、例えば知識技能の習得と思考力、判断力、表現力と育成のバランスを重視する、そういった中の黒ポチの4つ目、キャリア教育などを通じ学習意欲を向上するとともに学習習慣の確立を図るものとしたこと、まさに中教審で指摘されていることが現実として学習指導要領に来ていることが分かります。小学校においても中学校においてもキャリア教育を充実させていくんだ、しかも中学校においては特に職場体験活動を重点的に推進するんだということが明示されています。次にその1年後3月の9日になりますが、高等学校の改正通知見ますと、同じようなところで黒ポチが3つ読みます。キャリア教育などを通じ学習意欲を向上するとともに学習習慣の確立を図るものとしたこと、まさに小中高とキャリア教育が体系的に行われる必要があること、ここで指摘がされると思います。また就業体験、インターンシップの重要性もそこで明確にされています。そして高等学校では後でご説明する教育振興基本計画、その閣議決定を受けて学習指導要領を総則上に進路指導を行い、キャリア教育を推進すること、これが明示されている。ですから現在小学校においても中学校においても高等学校においてもキャリア教育が非常に重要だ、新しい学習指導要領の中でこのように続けられているんだ、そういうことがお分かりいただけたと思います。さてこのように重要性を持っている学習指導要領の中におけるキャリア教育ですが、私ども国の機関としましては今盛んに情報提供をしてキャリア教育の充実をお願いしているところです。例えば一部ご紹介いたしますが、こちらご覧ください。国立教育政策研究所におきましては、平成21年3月から小学校、中学校、高等学校向けのパンフレットを作ってまいりました。キャリア教育の基本的な考え方、そしてポイントについてコンパクトにまとめたものです。ただこれは非常にコンパクトなものですので、実際に授業実践をしていただいてつまずいたときどうしようかなと思ったときに、これを見ても概論しか書いてないんですね。それですとやはり先生方の資料としてはどうしても不足しますので、文部科学省が中心となりまして、小学校の手引き、中学校の手引きを平成22年1月、そして平成23年3月に発行し、すべての学校にお配りしたところです。また後でご説明する教育振興基本計画を受けて、この小学校におけるキャリア教育の手引きを改定し、そして新たな答申を受けてこの手引きを改定したところです。
それでは次にご紹介する資料こちらになりますけれども、このように学校に向けた資料ばかりでは当然のことながら全体としてのキャリア教育を進めるためには弱い。ですから教育委員会に向けた資料も国立教育政策研究所の方で作ったわけです。このような無料配布の資料に対しては非常にご好評をいただいております。さまざまな小学校からですね、中学校分のパンフレットも欲しいんだ、あるいは中学校から逆に小学校の分もパンフレット欲しいんだよねっていうご要望をいただきました。しかしそのようなご要望にお答えするだけの残務がもうなかったんですね。ですので民間の力をお借りして、先ほどご紹介したパンフレット3冊をセットにして販売を開始しています。また体験活動が重要だということで、これについても支援をしているところです。そして最後にご紹介した小学校の手引きを改訂したものと中学校の手引きも同じように市販しています。お近くの本屋さんですとかインターネット上のさまざまなサービスサイト、そういったところでお買い求めいただけます。ぜひお買い求めいただいてですね、こう赤線でグッと引いて、あるいはどんどん書き込んで活用していただきたいと思います。そして次にご紹介するのが最新の資料です。今日は12月ですが、この1ヶ月前このパンフレットと、そして高等学校の手引きが全ての学校にお配りしたところです。向かって左側のグリーンの表紙のものは PDCA に基づいてキャリア教育をどう進めていくかポイントを解説しました。そして高等学校については、高等学校のありように即して詳しい解説をしています。ですのでぜひご参考になってください。そしてさらになんですが、このような印刷物だけではなくてホームページも新しくして、私どもは情報提供を進めているところです。文部科学省のホームページのトップに行っていただきますと、左側に検索頻度の多いキーワードが出ていますが、キャリア教育は幸いなことに常にここに上がっています。ここをクリックしていただくか、あるいは検索の窓こちらにございますが、ここでキャリア教育を入れていただきますと新しいページに行きます。ここではこれまで出版してきたさまざまなパンフレットや手引き、あるいは答申調査結果、そういったものが全て網羅されていますので、ぜひチェックしてください。なんとなくこう PR メイトというか CM メイトしまいましたけれども、本題に戻っていきたいと思います。